点からいきます。で、つま先は、半身の形、今ちょっとやってないんですけど、いつもやってる船漕ぎ運動、後ろでしっかりこう足下がって、で、つま先がまっすぐ、相手に対して足がこうまっすぐ。で、転換した後も同じように構えます。転換し終わった後、体がこう開いてね、こういうふうに体が向いちゃう時があるんで、しっかり相手の向きと自分の同じ向きにつま先ます。はい、そう。自分も同じ方向を向いて、これでこの足の形ですね、しっかり足を。半身の形をしっかりとってください。ここでも最初もこういうふうに開かない。自分の股関節は前の足の付け根がしっかりここがグッとこう締まった状態。ここがグッと緩むんじゃなくて、ここがしっかり締まっている状態で、これを転換した後もしっかりとこう締める。ここは緩まない。こう緩んでこっち向かない。相手と同じ方向。相手と同じ方向。自分の顔向き、体の向きが相手と同じ方向。より、正面打ちで。前、こうやって呼吸なりをしたと思うんですけど、ちょっと今日はちょっと違う呼吸なりしますか。で、
手はここから、あの入り身投げと一緒に、入り身投げと一緒にここに入る。同じで、ここで。で、裏は、押さえて、ここで押さえて回り投げ、その時に転換をします。転換しながら、さばきます。大手はこの場でさばく。で、相手と同じ方向に絡めて。裏はここから転換しながら切ります。ここで転換しながら、で、回して。あの、つかみに行かないね。一挙の場合は、正面打ちの場合、自分も正面打ちの手刀で合わせてます。つかみに行かない。手刀で合わせて、で、この回転投げの場合は、これ、この手がね、こっち切りに行く。ここで止まってない。ここで止まってると、この後、頭を押さえれないんで、この手が、ここへ切り込みに行きます。ここに切り込みに。これから、さばいて、崩してください。しっかり相手の、奥のね、手刀の、ここから奥の相手の首筋に切り込んでいってください。ここまで。で、さばいて。もう、最初からね、あの、気を出してください。気を出してくださいと。で、負けない。気を出してないと、こうやってやられます。だから、手を出すときには、気を出しておく。で、なるべく、これが、切れないように、ね、切れないように、相手とつながったように、ね、ずっとこの腕が、相手の腕と自分の腕が一緒になる。そうすると、あの、自由に相手が動いてくる。つながった腕がこうなるとつながってない、方向が全然違うから相手もこう持ちにくいんですよ。指が痛いって、相手の手が痛くなく持ちやすいように持ちたいだけ持たせる。ここでつないだり、で、前だったのが片手ずつね、片手ずつやるの。ここでつないだ腕に沿って力を相手の体に入れたり、これだと繋がらない。自分の腕と相手の腕がこうずっと一本になって体の中に入ると、はい、寝るときは各一本ずつやってみてください。